皆様こんにちは。健康医学院の新細胞と申します。今日ね、皆さんにこのテーマを紹介したいと思います。まあ、気候の美顔術、というテーマで紹介したいと思います。まずですね、うちの学院の、いくつか講座ちょっと簡単に紹介させていただきます。まあ、一つの講座はですね、1月から2月3月1ヶ月1回ですね、第3日曜日、新規術という講座が開くです。新規術がね、ちょっとこの特許庁で、この名前の登録を、しています。新規術ということは、私はこの近いの10年間の間、いろいろな技術を集まってですね、とても高いレベルの施術の技術を集まっています。中では特に脳ですね、この脳の科学、いわゆる脳に対していろいろ施術法と、この基礎的な気候の治療法と、中国医学の中でいろいろ治療法を結びついて、このいろいろ難病などの治療というとても高いレベルの技術で、参加者はですね、プロの方でもいい、一般の方でも参加できるということで、これも来年1月から3月までということで、もしお興味がある方、ホームページを見ていただいてね、ぜひご参加してください。あとはね、一つ医学気候士養成講座、こちらは19期、このやりました。長年空いたんでね、たくさんの方、いろいろプロの方、お医者さんでも鍼灸師、重生師などのプロの方も、一般の主婦の方、サラリーマンの方もたくさん参加していただいて、これは来年の4月からですね、9ヶ月間のコースで、私は何十年間の、いろいろ施術の経験ですね、集まっているということで、お興味ある方はホームページご覧になって、参加してください。あとはね、毎週の水曜日、私は気候健康法ですね、今までは1ヶ月4回、今度は11月から2回、第2と第4を水曜日の朝10時から、もちろん受講料もだいぶ安くない、半分ぐらいになりましたけどね、私のいろいろ健康法、気候のいろいろ健康法ですね、動向、成功、瞑想法をいろいろ甘さいとかね、いろいろ健康にも含んで紹介する、この教室で、もし、近いうちがいらっしゃる方だったら、ぜひご参加してください。はい、次はですね、今日のテーマが気候美顔術。美顔術はね、一つはいろいろ手法で、1といういろいろ手法で、顔をきれいになるという方法になります。2はですね、いろいろツボの刺激によってですね、きれいになるという方法をちょっと紹介したいと思います。このだいぶ前ですね、一つの塾という出版社が私のビデオを出版しています。美容創身保健講というのビデオですね。このビデオの中では2つの部分、一つは顔をきれいになる、体をきれいになる、もう一つは痩せるという、このビデオを収録しています。今日はですね、この顔の一部、いわゆる手法でね、顔をきれいになるという、誰でもご存知ように、健康は第一ですね。健康の上で、美という、きれいにという、誰でも、キーということを欲しいという、美を欲しいということですね。今日はですね、この方法をまず私を簡単に説明して、あとは後ろ私を皆さんと一緒にやるようにしましょう。説明ですね、精神のイメージ、まずリラックスする状態ですね、自分の顔をイメージしてね、自分で若い時の顔を今できるだけ若くなる、自分の若い時のイメージできなければ、他の赤ちゃんですね、例えば自分の子供とか孫さんとかね、この他の方でも綺麗な子供の顔をイメージという、精神的なイメージを先にします。あとはね、このやるは5つの動作、1つは撮影という、動作の
まあ、いわゆる経路がだいたいこのこちら両側にしてね、それから目の周辺という、これが1回として、まあ、大体が1回が、まあ、5回か8回ぐらい、まあ、時間ある場合が8回、時間ない時も5回ぐらいやればいいですね。まずイメージして、精神でのイメージしてからね、それでまあ手を絵界を厚くまでをこすって、一番は2つ目、こう手をこの感じでおでこまで、顔を両側まで、こうもう一回上にいた時が目の周辺を絵界で、これ絵界ですね、はい、2回 こちらにして、これが3回、これ4回、これ5回ですね。これは殺面ということね。2番目、白面、叩くですね。この経路は同じ経路で、おでこから叩いて、両側、鼻の両側、目の周辺、これ1回として、はい。これが2回、3回、まあ一応これ5回ぐらいやりました。この白面ですね。3番目が心面という振動ですね。この指先を顔でこう刺激します。経路は同じ経路で、ここに目と、これおでこからこの指先でね、これで、はい、両側、はい、じゃ目の周りを一回、はい、これ二回、まあ、三回、四回。これ5回ですね。これが前心面、この3番目。4番目、胸面、挟んでね、挟んで、これ引っ張ってね、これおでこから、これが引っ張って、はい、両側、はい、顔全体を掴んで、引っ張って、引っ張って、それ目の周辺を引っ張って、引っ張って、はい、おでこから、はい、これが胸面というこの4番ですね。5番は円面という目、顔を温める、これ手をこすって熱くまでね、顔をまず顔どころを軽く置いて、ちょっと温かくなると少し離れて、離れる距離はね1センチか2センチぐらいでね、その時鼻から出てる温かい空気も入って、顔どころ温かくなるね、こんな感じで、まあ、少し手も左右に移動して、ね、左右を移動していただいて、顔を温かくなってます。その同時にはさっきと同じで、自分で顔をとても若くなる、まあ、あるいは自分で若い時の顔をイメージして、あるいはまあ自分の孫たちが、他の子供、綺麗な子供たちの顔をイメージしながらこれやるね。やる時間はまあ決まってないけど、まあまあ、30秒、1分間でもいいですね。この5つの動作もやります。私は、まあ、おすすめはですね、朝を目を覚めて、これがさっきやっていただいて、まあ、顔もきれいになりますけど、それから、まあ、頭もすっきりしますね。これが一番いいと思います。まあ、昼とかも、まあ、やれないことはないけど、昼でもやっていただくでもいいです。一番おすすめは朝目を覚めて、まずこれでやってみてください。あとはね、私と皆さん一緒にやりましょう。私後ろ来ますけど、一緒にやりましょう。それでは皆さん一緒にやりましょう。はい、まず椅子に座って、
まあ、もちろん寝てる動作でもいいですけどね、今一緒に座って一緒にやりましょう。はい、まず目閉じてですね、自分の顔に意識を集中してください。精神のイメージ、まず自分の顔は若くなって若くなって、はい、赤ちゃんのような皮膚になっているというイメージ、はい、自分で若い時、まあ、小さい時の顔も思い出したらいいですね、はい、顔ニコニコして、はい、顔の皮膚は赤ちゃんの皮膚になって、はい、とても若く若く若く、はい、それでは一緒にやりましょう。手こすってですね、一つ動作8回ぐらいやりましょう。はい、手こすって、まず一番二つ目、はい、目の周辺、これがまあ一番、さすが二番目、白面ですね。はい、叩いて、次は神明、指先でね、はい、はい、それでは胸面、はい、挟んで、目の周辺、はい、もう一度おでこから。はい、最後が円目、もう一回手こすって、はい、まずか顔を軽くつけてください。はい、少し離れて1センチから2センチ、その時はまたイメージね、自分の顔がとても若くなる若くなる、とても若くなる、
はい、少し両側の方へ移動します。はい、昼やったところはね、ちょっと一回もう少し目を閉じて、はい、少し前の正座で、まあ、30秒、1分間くらいでやってた。まあ、朝だったら、まあ、すぐ目覚めて、まあ、起きたらいいと思います。うん、こんな感じで、まあ、顔も温かくなってね。目開けたらもう脳もすっきりします。まあ顔のところがね、いっぱい副交感神経がありますからね、それだったらまあリラックス効果もとてもいいです。で、まあ、朝起きた時は目を覚めて、まあ、脳をすっきりしますね。で、まあ、昼だったら仕事の間もやっても頭すっきりします。まあ、続けてやればね、皮膚がきれいになる効果があると思います。ぜひ皆さんやってみてください。まあいい効果あるかとかね、ぜひ教えてください。それじゃあまあもうご覧になっている方を受ければ、ちょっと後でまたにいいというツボを刺激して、まあ美顔になる方法を皆さんと紹介、まあ、する予定になっていますからね。まあ次回の動画でまた会いましょう。はい、さようなら、バイバイ。